ラジカセ背負ってな。おいしゃった。そんなでかいラジカセ学校に持っていくつもりかい？これはただのラジカセじゃないよ。ボクシーボールって言ってパパの発明品だよ。でこのマシンを一体何に使うんだい？困った時に使うんだってさ。パラッパ困ってんの？別に。わしだ。もしかしてまたかな。多分やっぱり来ないのかな。来ないんじゃないかしら。まったくあの先生にも困ったものね。とっても優しくていい先生なんだけど、あまりにもテレ屋さんってのかな。もしかすると先生はもうすぐ近くまで来ているかもしれない。みんな静かに先生を待ってみようじゃないか。しゃあない、僕が呼んでくるよ。マット、いつもすまないね。気にしなくていいよ。それに他の人が行ってもあの先生を教室には連れてこられないだろうしね。失礼します。先生、授業の時間です。だから時間だって言ってるじゃありませんか。だって、だって恥ずかしいんだもん。そんなこと言ってたら僕らのクラスはいつまで経っても自習じゃないですか。でも、でも大丈夫、先生だったらきっとできます。僕が保証しますから。うん、マット君、さあ行きましょう。先生が来るのをみんなが今か今かと待ってるんですよ。先生の登場をみんなが待ち望んでいるんですよ。全員ですよ、生徒全員。やばいや、先生大丈夫です、本当に元気ですから。やだいやだい。わかりました、だったら手をつないでいきましょう。それなら怖くないでしょ。マット君。はい。実は今日私と妻の結婚記念日なんです。そうですか、それはおめでとうございます。だからやっぱり今日はやめようよ。ダメです。さあ着きましたよ。やっぱり今日はやめようよ。今日に限らずダメです。じゃあ先生、中で待ってますよ。どうだった？おはようございます。おはようございます。では授業を始めます。それでは今日から新しいレッスンに。わあ、先生が教科書間違えてるよ。どうするの、このままじゃ理科の時間になっちゃうわ。教えてあげないとダメだろうね。
でも大丈夫かもってこともないか。みんなの前で間違いに気づかれたらきっと先生は再起不能よ。どうする？どうしよう。そうだ、あんなところで宇宙人が昼寝してる。どこどこ、どこに昼寝？先生、多分誰も気づいていないとは思うのですが、この時間は理科ではなくて算数の時間ですよ。あそこだよ、あそこ。どこ？どうしよう、マット君。幸い誰も気づいていないようです。さりげなく算数の授業に切り替えるのがベストかと。なんだ、どこにもいないよ。ごめん、見間違いだった。おたちの生活の上で町で台形に出くわすことはよくあることです。私もこの前見事な台形に出会うことができました。あたくまにそのいけうごめん、もう私我慢できない。ほら、私こういう息の詰まる授業って大嫌いなのよ。何言ってるんだ、先生はこんなに一生懸命やってるじゃないか。だからってどうして私たちがこんな気を使う必要があるわけ？それは確かにそうかもね。だって他の先生の授業に比べたら3倍は疲れるもの。3倍。それにわからないところを質問できないのも困るわ。質問できない。そうだよ。なんだよ、早く聞いてよ。みんな静かに。じゃないと先生が。行っちゃった。先生。遅かったか。君たち何もそこまで言うことないじゃないか。あの様子じゃ一週間は立ち直れないよ。なんだか悪いことしちゃったみたい。何よ。私たちは本当のこと言っただけじゃない。そうよそうよ、悪気はなかったんだけど。別に悪口を言ったわけじゃないんだから。泣き出す先生の方がどうかしてるのよ。確かに本当のことだけに言い返せなかった。でも先生ちょっとかわいそうかもね。はあ、なんとかあの性格を直す方法はないのかな。いいかパラッパ、人間の性格はそう簡単に直せるもんじゃないんだ。ましてや先生は大人だ。大人の性格を直すなんて気が遠くなるほど大変なことなんだぞ。こんな時に寝るなよ。僕寝てた。鼻ちょうちん出してたじゃないか。ガムじゃないかな、シナモンガム食べる。そうだ、僕いいこと思いついた。僕いいこと思いついた。どんな？これを使うのさ。これは朝のラジカセ。違う違う、これはボクシーボーイだろ。イエース、困った時はボクシーボーイを使えばいいってパパが言ってた。でそのボクシーボーイをどうするんだい？取扱説明書によると、まず電源をオンにして。そこから説明しなくていいよ。オッケー、もう大丈夫。ここは僕に任せておいてよ。本当に大丈夫なのかな。大丈夫大丈夫。それじゃあ始めるよ。
先生の照れ屋を直したーい。イエーイ。よし、一回しか言わないぞ。ラオウに片足にはめればバケツはかもよ。ワンモア、バケツはラオウに片足にはめよ、はめれば。そっか、片足にバケツをはめると治るってさ。そうなの？こんなので大丈夫なのかな。わかんないけど、とりあえずやってみようよ。ま、そうだな。やるだけやったらありかもね。失礼します。あれ、いないよ。ダメじゃん。大丈夫先生、泣いてる場合じゃありませんよ。シャメ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 、バケツ。そうです、バケツを使って僕らで先生の照れ屋な性格を直して差し上げます。おい、パラッパ。うん。え、あ、何をするの。よし、いいぞ。いくよ。どうかな。やっぱりダメか。時間だ、行かねば。なんだかとっても男らしいような。背筋がビシッと伸びて割り箸みたいだ。とりあえず大成功だな。うん。ほら見て見て、さっきの授業の間に使った消しゴムの数。それつまんない。先生どうしちゃったのかしら。授業を始める。あの、なんだ。おい、お前、人と会話するときは相手の目を見て喋るといつも言ってるだろう。いつそんなこと言ったのよ。いつも目を合わせないのは先生の方なのに。あ、やっぱりここだ。いや、すっかり男らしくなってるじゃないか。お前たちどこへ行ってた。え、どこって先生とずっと一緒にいたじゃないですか。授業はとっくに始まっているんだ。お前たち罰として校庭482周だ。そんな。482周。そんなことしたら死んじゃいますよ。僕たちは先生のためを思って。文句なんだが、こうだ。破壊行為だ。神聖な授業を放棄するつもりか。逃がすものか。一体何がどうなってるのよ。あんたたち何したのよ。テレアな性格を直そうと思って先生にバケツを履かせたんだ。だからあんなになっちゃったのね。ねえサニー、その前になんでバケツでああなるかの方が気にならないの。ならないわ。まいったね、このままじゃ大変なことになっちゃうかもね。あんたたちがやったんでしょ。どうしよう、これじゃあ先生はずっとあのまんまだよ。あ、実は今日私と妻の結婚記念日なんだ。そうですか、それはおめでとうございます。そうだ、すっかり忘れてた。どうかしたの。今日は先生の結婚記念日なんだ。え、あんな人の変わった先生を見たら奥さんきっと気絶しちゃうわ。それどころか離婚の危機よ。なんとしても元に戻してあげないと。結婚記念日、結婚、僕はどんな人と結婚するんだろう。バラッパ、こんな時に妄想するなよ。仕方ない、ピジェ連れて行こう。もし僕がコーラと結婚したら。パラッパ、掃除終わった？うん、もうすぐ終わるよ。それが終わったら洗濯よ。あとお買い物と夕ご飯の支度もお願いね。ねえ、あとバケツをはめたらああなったのよね。え、ああ。でもケイティだったら。あれとこれとそれとこれ、
あ、あとこれも。もうお金ないよ。あ、お金がなければカードがあるでしょう。カードがダメなら借りればいいのよ。簡単なことじゃない。だったらもう片方の足にバケツをはめてみたらどう？サニーちゃんだったら。サニーちゃん、僕と結婚。やっかわけ。私たちも協力するわ。だからみんなで先生を元に戻しましょう。確かに外すよりはめる方が楽かもしれないな。僕は一体誰と結婚すればいいんだ。あそこに見えるのは僕の未来の花嫁。おーい、僕の花嫁、さあ顔を見せておくれ。私たちが注意を引きつけて、その隙に僕たちがバケツを吐かせる。やった、やった、もう安心ね。先生、僕らがバケツを履かせておいてこんなことを言うのもなんなんですが、もうやめてください。元の優しい先生に戻ってください。今日は先生の結婚記念日じゃないですか。結婚記念日？そうです、奥さんを悲しませないためにも元のテレヤの先生に戻ってください。先生、記念日が何ほどもじゃい。気がつきましたか？まったく、すまん。先生、お昼寝してしまったようだ。いかんな、教師が学校でお昼寝とは。よかった、元の先生に戻ったみたいだ。元？いえ、何でもありません。それより今日は結婚記念日ですよ。早くお家に向かわないと。ただいま。結婚記念日おめでとう。逃げちゃった。よかったんじゃないか。大体のところはね。イエーイ。
DJ は夜になるとクラブファンで DJ をやってるんだけど。え、何？ポーラがどうしたって？まあいいや、次回はそれって恋のため息。じゃあね。